木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、久しぶりにペヤングの、超大盛りペタマックスをふんだん箱食べたいと思います。で、これですね、一箱、絶対に一人で食べないでくださいって書いてあるんですけど、二箱食べます。で、これですね、カロリーが一箱4184キロカロリーなんですけど、二つ合わせてもロンちゃん通りましたね。二つ合わせても8000キロカロリーしかないんで、もう2000キロカロリーぐらいプラスして1万キロカロリーにして今日は食べたいと思います。じゃあちょっとトッピングしたいと思います。はい、じゃあ今回ね、2000キロカロリーにするためにトッピングするものは、卵とシャウエッセンの 590g 入りです。こちらのウインナーが1770キロカロリーで、卵が1個88キロカロリーで、10個で880キロカロリーです。はい、2650キロカロリーで、2000キロカロリーオーバーで、これで1万キロカロリーになります。油をちょっと敷いて、ウインナー炒めます。次は目玉焼きです。はい、この箱の中はこれが入ってますね。で、中を見てみましょう。麺がぎっしり詰まってます。お湯を注ぎます。で、3分経ったら湯切りします。はい、湯切りできました。ソースを入れます。まずソースを和えます。そしてこのふりかけ2袋をかけます。はい、完成です。ここにさっき炒めたウインナーと目玉焼きもあります。いただきます。今年初のペヤングです。おー、美味しそう。このソースの味がたまらん。ウインナー、最高。やっぱりシャウエッセンは味方だ。甘くてちょっとスパイシーなソースの味がいいですね。あ、メルが通りますね。メル、ジャンプ偉い。メルはサーカスも行けますね。綺麗な目玉焼き。わー、卵の黄身が絡んでて美味しそう。この辺でマヨビーム。いい。おお、美味しそう。スパイシーなソースとマヨネーズの相性が最高です。お米の目玉焼き。
いや、美味しいよ。ふりかけ美味しいよね。もっとかけたい。たらこめ完食です。一個食べてももう一個ある幸せ。ちょっとパサパサになってる。よいしょ。じゃーん、焼きそばソースを追い足しします。追いソース。美味しさ復活。あ、ちょっとウインナー冷たいからチンして。うん、あ、赤いわ。うん、美味しい。やっぱりあったかい方が美味しいね。あったかいお茶を焼きそば冷たいから、ほかほかです。あ、おいしい。はい、ごめんね、こっちマヨビームだ。量が多いとちぎれたらちっちゃい麺も多くなるね。最後のウィンナーです。うん、ウィンナーがある。わーい、ウィンナーの油が、うん、完食です。ごちそうさまでした。ペヤングのペタマックス2箱とウインナーと目玉焼き、めっちゃ美味しかったです。いやー、社長に食べるとペヤングいいですね。お腹がペヤングでいっぱいになって幸せです。とっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。